RU-251、偵察戦車 RU-251 は、ドイツ連邦共和国が開発した、軽戦車である。試作のみで量産、配備は行われなかった。1960年に、連邦軍参謀本部により、M41 軽戦車及び、SPZ1 を置き換えるための車両として計画され、ハノマーグ車によって開発された。ドイツ連邦軍向けの偵察車両としての他に、 同様に M41 や M24 といったアメリカ製軽戦車を導入した西側諸国へ両者の更新用として売り込むことも構想されていた。1963年には一時試作車である RU25 から1が完成したが、想定的であるワルシャワ条約機構軍はすでに偵察部隊にも T-54、T-55 といった中戦車を配備していることが判明し、 それらに対しては 90mm 砲は威力不足であり、戦闘を想定した偵察任務に用いるには 105mm 砲装備の抽選車が必要と結論されたため、本社の開発計画は中止された。RU-251 はドイツが開発した最後の軽戦車である。製作された試作車は現在もドイツ国内の博物館に展示されている。 RU-251 の構成は、同時期に開発された、レオパルト I に酷似しており、レオパルト I をそのまま一回りほど小型化したといって、良い構成となっている。砲塔の大まかな形状、武装や走行装置の配置、乗員構成等も同様である。砲塔は、防弾中高性の一体構造で、同じく防弾中高性の棒立てを持つ。走行圧は前、mm、全周 20mm。 棒立て部 30mm、天面部が 8mm となっている。手砲は、ラインメタル射精 PK90-40 口径 90mm ライフル砲で、副武装には、ラインメタル MG37.62mm 機関銃を、手砲同軸及び砲塔上ハッチの重火に装備した。このほか、4連装円幕弾発射機を砲塔側面後部の左右に装備する。 主砲基部には赤外線白色交差アーチライトの装備が可能となっていた。なお、標準装置は主砲同軸の望遠鏡式および砲塔上面右側に装備された潜望鏡式のもののみで、レオパルトアイのようなステレオ式即距技は装備されていない。車体は防弾後半の溶接構造で、走行圧は前面 30mm、側面 20mm、上。 底面8ト、mm、ルであった。全部左側に操縦席、全部右側には、車体弾薬庫がある。エンジン及び変速機は後部にあり、軌道輪が最後部にある、後輪駆動方式で、片側5個の中高系天輪と4個の上部指示輪を持つ。天輪には、中央の第5、6輪以外にはダンパーが備えられている。離帯は、ダブルピン、ダブルブロック構造である。乗員は、 社長、公手、総天主、総重主の4名であった。ただし、レオパルトアイでは、総重席が右側にあるのに対し、本社では左側にある。また、砲等には、社長用、総天主用の他に、公手用の個別のハッチがある点が、レオパルトアイとは異なる。ありがとうございます。